皆さんおはようございます。和鷹の朗読、読み手の和鷹です。本日は11月3日、国民の祝日、文化の日です。愛と平和と文化を育もう、文化の日です。時間は8時45分ぐらいですね。早朝です。お休みの日の朝は、私はいつも朝の散歩に出かけます。普段はですね、家の近所をブラブラと散歩するんですけど、今日はせっかくの文化の日、愛と平和を育む文化の日ということなので、自転車を使ってちょっと遠くのところまで、この奈良県奈良市の秋篠寺というお寺にやってきました。奈良時代の文化と歴史、重みを感じるもんですね。秋篠寺の拝観時間は9時半からなので、今は拝観の前なんですけど、周囲のこの林みたいな場所、ここはずっと開いているので、ここをブラブラとしていきたいと思います。そんでこっから先の私はもうこの自然の中で感慨深くなってしまうと思うので、喋らなくなってしまうと思います。なので後の解説はアフレコの私にお任せいたします。おっと、階段が思ったよりも高かった。じゃあアフレコの私、よろしくお願いいたします。いや、よろしくお願いしますって、もうしょうがないな俺は。では今回訪れた秋篠寺は、776年奈良時代の終わり頃に弘仁天皇の勅願により創建されたお寺です。本堂の中では、日本では唯一の仏像、義経天の仏像を拝むことができます。平城京の西北の外れ、秋篠という土地に建てられたため、秋篠寺という名前になったそうです。秋篠町という閑静な住宅街にひっそりと佇む姿は、まさに隠れスポットならぬ隠れ寺といった感じでしょうか。この場所に来ると、この地面に生えている苔が本当にこう歴史の深さとか時代の古さとか、そういうのを感じますね。日本の国家の君が代にも、苔の蒸すまでにはさざれ石の岩尾となりて、苔の蒸すなんだっけ、岩尾となりて、苔の蒸すまでの、まさにその苔、その苔を表現しています。表現しているっていうか、その蒸しています。それほどの長い年月とか歴史の重み、そういうのをここを歩いていると感じることができます。屋根の上の鬼瓦がまた迫力がありますね。京都と奈良の県境の高野原の町、高野原の橋のたもとにも鬼瓦がついてます。この奈良の町は、押隈町とか歌姫町とか、あとこの秋篠寺の近くにも秋篠釜っていう場所、釜があって、そこで
奈良時代の平城京の屋根の瓦とか、こういうお寺の瓦とかが、その奈良の村々で焼かれていたそうです。そしてその窯の名残が、この奈良の町に点々としているというわけですね。わあ、朝日が眩しい。ここは秋篠寺の東門という場所。この東門から少し歩くと秋篠寺のバス停にたどり着きます。ここを走っているのは奈良交通押熊線という路線。近鉄大和西大寺駅の北口からだいたい6分ぐらいでこの秋篠寺のバス停にたどり着きます。この奈良交通の押熊線も道幅の狭い道路を走るバスとして結構有名なバス路線です。この近く住みたいな。秋篠寺から徒歩1分とか、そういったところに住みたいな。ここ毎朝散歩することができたら最高だろうな。ここから先は本殿です。先ほど話した義兄殿の仏像などはこの中で見ることができますが、拝観時間は午前9時半から午後4時半まで。今は9時半より前なのでここから先に行くことはできません。でも先ほどのように南門や東門は開いていたので、この境内の周りの雑木林のところを散歩することはできるというわけです。
朝の散歩にはぴったりなフィールドです。お坊さんたちが拝観の準備をするために活動を開始してるみたいです。秋篠釜、河原とか焼く場所ですね。お寺から少し離れたところに秋篠釜という場所があります。奈良時代、平城京の周りの土地、秋篠、押熊、歌姫という場所では平城京の建物に使われる瓦がそれぞれの土地に建てられた釜で焼かれていたそうです。すごい薪が積んである。もう今も現役で稼働しているんでしょうか、秋篠釜。釜の煙突が見えてきましたよ。すごいです。アスファルトにも苔が蒸してます。人の技術と自然のこの生命力、そういったものの融合というものをね、今感じています。何を言っているんだ。元の場所に戻ってきました。というわけで朝の秋篠寺の中を散歩してきました。すごく深い奈良の歴史と文化、その深いところにですね、深いところをぶらぶらと歩いてきた、そんな感じがします。皆さんも奈良にお越しの際はぜひこの秋篠寺に寄ってみてください。奈良の文化、歴史、その重みを感じることができると思います。それでは本日のお散歩動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。人間にはいろいろな業種や商売、そして技術者がいる。ここに一人の男がおり、その男は18歳にして一つの道を選んだ。僕は自分の生涯をかけてプロのバレエダンサーになってみたい。男には家族もなく、バックアップしてくれる者はいなかった。必死に働き、金を工面してはバレエのレッスンにすべてをつぎ込んだ。やがて20歳になり、男は大きな賭けに出た。
ロンドン行きの片道切符を手にしてヨーロッパに渡ったのだ。英語は全く話せなかった。日本との環境の違いに圧倒された。金はほとんど持っていなかった。飢えとの戦いで地獄のような日々が続いた。日本レストランの皿洗いのバイトを見つけたが、給金はひどく少なく、人並みの生活なんてまず無理だった。それでも、夢だけは手の中から離さなかった。絶対にプロダンサーとして成功したい。